はい、皆さんこんにちは、ぼんこです。今回はクワの種類についてお話していきますいや、あのね、怒られました。ついに笑顔がないって、お前そんなやつじゃないだろうと言われたんですけども、あのまず聞いてほしい。あのまず笑顔がない理由としては、僕のね、8年前とか10年前の音源があるんですけども、撮っといたんで、まず聞いてくださいね。すごいでしょ。すごいと思います。僕はこれよく頑張って歌ってたなと思います。あの3代目 JSOUL BROTHERS さんのね、あの歌なんですけども、これ2つキー下がってますからね。ちなみにこれこんだけ苦しそうに歌って、裏声もはぁーって出ないのに2つ下がってますから。はい、なのでね、僕がねこれ話してる方、今見てる方ね、ね、悩んでるわけじゃないですか。ミックスボイスが出ない、歌がもっと上手くなりたいって、僕もこうだったわけじゃないですか。ってことは、この時の僕の心境って僕覚えてるんですね。めちゃめちゃ苦しい。悩みに悩んで、どうしたらいいのか。もう声枯れるし、声高い声出ないし。っていう状況だと思うんですよ。なのにね、それなのに僕がね、笑顔でね、さあ皆さん、やっていきますよみたいなね、この営業感が出るとね、いや、違うかなっていう、うん。単純に真面目に淡々と、きちんと伝わるように説明するっていう、その、もう効率的に、話した方が僕はね、いいと思うかなと思います。その笑顔とかね、もういらないです。内容があなたに入れば僕はそれでいい。はい、この音源よりもね、もっとまあ下手な方も上手い方もいるかもしれないけど、それでも結局50歩100歩だったりするので、結局悩んでるんですよね。こいつのね、今歌ってたね、僕の過去の人間がね、3年後にどうなったかっていうとね、またあるんですけど、音源はで、どっちにしてもね、悩んでる。高い声出ねえな、辛いなとか、うん、要はレベルが上がってもそうだし、それ以下の方はもっと悩んでる方もいる。はい、なので真面目に、内容を伝えていきたいと思います。で、今回はチェストボイス、ミドルボイス、ヘッドボイス、ファルセットボイスなど声についてのお話をしていきます。まずね、図をね書いてきたんで、紹介します。こちらです。はい、今回は字が綺麗。前回と比べて、これもね怒られたんでね、さすがにお前みんなに見られるやつなんだからしっかり書けよと、本当にすいませんっつってはい、これね、要は低い音はチェストボイスですよ、真ん中の音はミドルボイスですよ、高い音はヘッドボイスですよってことです。まあこれはね、多分みんな分かってると思います。で、ヘッドボイスになればなるほど上の意識が強くなります。こっちとこっちが強くなります。いろんな種類があります、ヘッドボイスにも。はぁーはぁーもあれば、ふぅーとかいろいろあります。これはね、またね、空気の強弱だったりとか、声帯が開いてる閉じてるとかいろいろあります。あとは筋肉の割合があるんで、まぁ、ちょっとそれはいろいろあるってことで置いといてください。ヘッドボイスになればなるほどこっちの意識が強くなります。で、真ん中だったら真ん中に入ってます。こっちとこっちとこっちとこっちの意識が均等になってますってことになってます。で、チェストボイスは、じゃあこっちが強いね、はぁーって感じですね。ミドルボイスは、はぁー真ん中ぐらいみたいな感じですよね。で、声帯の閉じる開くはまた別の話なんですけども、これは過剰にって話です。要は、あーっていう過剰に閉じてますよね。逆に、はぁー過剰に開いてるですよね。人影も見えない午前0時、まあ、ありですよ、全然使う風には。人影も見えない午前0時ぐらいがちょうどいいぐらいの閉じ具合、全部このちょうどいい閉じ具合の話をしております。開いてる閉じてるっていうのはまた別の話。ファルセットもこれも過剰に開いてる声ってことです。はぁーみたいな、ふー、少し過剰に開く、過剰に閉じる、過剰に開く。はい、なのでこれはまた別の話です。練習でファルセットボイス、練習で閉じる声はありですけども、基本的にははーっていう、このなんか何もしてないぐらいの閉じ具合、吸ったぐらいの、空気を吸っ
った時に声帯が少し開くんですけども、それぐらいのあぐらいがちょっとちょうどいい、開いてるぐらいで感じかな。ちょっと力むとうーってなるんで、ちょっと閉じてる、このなんだろう、開きすぎず閉じすぎずっていうこのバランスがねあるんですけども、その話はちょっとまた別にしようかな。はい、なのでチェストボイスっていうのは胸に響く声ですね。ヘッドボイスっていうのは頭に響く声、ミドルボイスっていうのは真ん中のここら辺に響く声ってなってますが、もちろんね、ヘッドボイスが頭に響く声っていうのはこれはね当たり前であって、超音波とか食らうとき、超音波とか、まあ耳鳴りでもいいですけども、あれって頭に響きますよね。モスキートーンとかキーンってこっち来ますよね。あれ別にヘッドボイスだからとかじゃないですよね。高い音は全部頭に来ます。超音波食らって胸がめっちゃ痛いとはならないと思います。ってことです。なので、音域の話なので、ピアノでやっていきます。例えば E スリートとあーはチェストボイスですよねってことで、あーは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 ーぐらいからミドル入ってくるよねって感じ。じゃあこっからヘッドはどうなるかっていうと、はーからはーはーはーはい、C かな。はー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 って感じになってくるかなと思います。はーちょっとごめんなさい。ハイ G からちょっと微妙ですね、僕は。練習不足というか。あんましうまくならないので、ハイ F ぐらいが僕は限界かな。うん。歌に使うんであれば、できればハイ E までにしてほしい感じ。まあ、こんな感じです。はい。これって、どっから切り替えるかっていう話は、切り替えるとかではなくて、単純に、地声の成分が少しずつ薄くなっていってほしいだけ。今のがナチュラルな声の移動です。今の音域をやったのが。これに、ヘッドボイスの音域、ハイ C の音も少し強く出したいんであれば、ハイ C か。これだとちょっと裏声チックだから、もっと僕は地声っぽく出したいんであれば、少しだけ下を入れてあげる。はーはー、そうすると少し強い声になりますよね。その分空気の圧力も少し増えてます。こういう風に選べます。声はどういう風に出すか、単純に行くんであれば今の感じ、ブンテ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 ンって上がってた感じかな。これによってこれが生まれますね。空気の強い弱い。なので声の種類っていうのは、こう縦だけじゃなくて横にもあります。なので、横かける縦の分声の種類はあるよってことです。なので、なんかチェストボイスを何種類かに分けてあったりとか、地声とチェストボイスって言われてたりします。はい。で、地声とチェストボイスが何が違うかってことなんですけども、地声っていうのは、あーっていう下の筋肉がめちゃめちゃ入ってて、上に上がりづらい状態って感じ。じゃあ、チェストボイスはっていうと、あーっていう上の意識、はー、なんかわかります?はー、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 この上の部分の意識が入ったまま、はーってちょっとだけ入れてあげてる。あー、はー、はー、似てますよね、声の種類は。はー、はー、これが、地声が、はー、こっちが全く入ってない。まあ、少なくともちょっと入ってるんですけども、絶対に。はーみたいな感じです。これが地声の方だよね。もっとですよ。今できてない方はもっとですからね。今、地声っぽくやりましたが、これも一応チェストボイスではあります。若干入ってますし、共鳴もありますので。はい。じゃあなぜ地声がいけないか、あーがダメなのかってことなんですけども、下が入りすぎてるんで、上に上げるのが大変なんですよ。もう、なんだろう。お箸が2キロあったら、ご飯食べるの超大変じゃないですか。重くて。それがこれ。お箸の重さみたいな感じ。いや、そんな重くなくてよくないみたいな。そんながっつり重くなくてよくない、もっと軽くしようよ。はー、だからはー、これだったら自由だよね。軽いから自由。軽いってことは自由。お箸も、
2グラムぐらいしかなかったらフン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 ってできますよね。あーって食べれますよね。ってこと。はい。で、やってほしいのが、ヘッドボイスの意識。うーの意識を入れながら、あーを入れてあげる。これは、地声の成分を入れつつ、ふーの成分を入れるだけ。よくヘッドボイス練習しましょうとか言われてるのはそういうこと。これは、入れながら入れるんで、何かをしながら何かをするってイメージが一番いいかなと思います。まあ、つまり、箸を持ってて、お茶碗も持つよね。ね、子供の頃はね、もちろんね、箸持ったらね、お茶碗持たないです。こうやって食べますよね。小さい頃ってこうやって、お茶碗にこう、顔をこう近づけてこうやって。いやー、あなたお茶碗持ちなさい。そう、小さい頃っていうのは何かやってたら何かできないんです。でも、成長するにあたって、お茶碗持って箸を持つ。さらに、食べるために、こうやって持ってくるんじゃなくて、こうやって持ってくる人もいる。で、こうやって書き込む人もいる。上手に持って、おかずを持ってくる人もいれば、お皿をこっちに持ってきて、おかずを持ってこう、いろいろできるようになって。これが、要は喉の自由ってこと。下の筋肉入れながら、上の筋肉入れつつ、空気の圧力を、自由に変える。で、いろいろなバリエーションが生まれるって感じです。声の種類っていうのは。と僕は思っております。はい。なので、なんかチェストボイス、ミドルボイス、ヘッドボイスにとらわれず、単純にこの下の意識と上の意識をうまくこう、融合させてあげればいいんじゃないかな。お箸を持ちながらお茶を持つだけ。あー入れながら、はー入れるだけ。あー。で、練習方法としてよくヘッドボイスを練習しましょうとかね、エッジボイスを練習しましょうってあるんですけども、これが落とし穴に一応つながっています。はい。はーヘッドボイスうー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 いっぱい練習しますよね、みんなね。あーいっぱい練習しますよね。これは過剰にめちゃくちゃ入ってます。過剰に意識しすぎ。過剰に意識しすぎ。あー過剰に外しすぎ。そう。なので、意識が分離の強いバージョンなんで、結合した時に、はーっていう声になります。めちゃめちゃ、はーでいいのに、めちゃめちゃ強い声になる。はい。そう。結局、この、はーっていうこのバランスを保った声を練習しなきゃいけないのに、ふーふーああとか過剰にやりすぎて喉疲れるみたいな。まあ今もうちょっと僕もだいぶ動画撮り始めたからめちゃめちゃおかしなことになってるんですけど、喉が。まあ気にしないでいきます。はい。なのでみんながねやってほしいことっていうのは、はい。でみんながやってほしいってことっていうのは、チェストボイスだからといってはーって胸に響かせるとかじゃなくて、単純に上の意識入れながら、はーっていう風な声を出してほしいだけ。はー。で、この時に、はーっていう声の口の中を感じてください。はー、どんぐらい開いてますかね。はー、はー、このぐらいですかね。グーパンジくらい。で、指一本、噛めるぐらい。はー、指一本こう噛んでください。はー、よくありますよね。飴玉が奥歯で噛めるぐらいとか、指一本絡むぐらいとか、あとは指二本開くぐらいとか、あとは口の中に卵が入ってるイメージとか、いろいろあるんですけども、まあ、大体、はー、あとは指一本かなと思います。はー。これで、はー、はー、はー、っていうのを出してください。これはね、過剰に、はーって、顎を下げなさいとかね、口を大きく開けなさいとかの方に騙されないでください。そっちの方に行くと過剰に入りますので、よりいろいろ大変です。はーでいいです。You are my fire, the one desire, believe when I say that I won't need that way ですよね。これをね、You are おかしいですよね。おかしいんですよ。もう。声がいい。とりあえずね。とりあえずですよ。声のいろんなバリエーションをやる前に、はーっていう、はーっていう軽い声を出す。このまま上に上がっていく。これが。はー、はー、はー。だから声が出す方向がなんかこの辺。はー。
動きで上がるときに、下を外していく。あーもありですよ。もちろんいいんですよ。いいんですけども、そうではなく、あーあー、この外すっていう行為をしつつ上に上がっていくっていうのをやった方がいいかなと思います。喉仏を下げた方がいいのはもちろんそうなんですかもしれないですけども日本語おかしかった。下げれば下げるほど上げなきゃいけない。軽くすれば軽くするほど上に上げるのも簡単。はい、この動きをまず覚えてから、このエネルギー量を増やしていくっていうのがいいかなと思います。これをね、はーっていうのをはーに変えて、はーに変えてみたいな感じ。なんとなくなんかイメージついてくれたかなと思います、これで。うん。なので、今回は以上になります。チェストボイス、ミドルボイス、ヘッドボイスはどういう声なのかっていうのと、意識の方向っていう話と、あとは空気の圧力っていう話と、あとはこの、これは本当に大事。はーから、はーって持っていくんじゃなくて、はーって感じ。持っていく。外していく。外していく、はい、で空気の圧力は、少しずつ強めた方がいいですよ。一定って言ってる方もいますけども、一定にするとその分筋肉を入れなきゃいけない。要はすげえ、ごめんなさいね、これ終わろうと思ったんだけど、これ大事だ。はーあーはーあーはーあー難しいな。そう、一定にすると要はより筋肉を意識させなきゃいけないって感じ。でも空気を、圧力を変えてあげればその分振動するレベルが変わるんで強い声が出るって感じ。はっ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 、はい、その分、筋肉も少しだけ意識してくれる。これは、前回お話ししたこれを持つ分だけの力を加えればいいよね。だから先にスパッて空気流してあげよう。この空気が通る分の声帯の閉じ方でいいよね。これはね、空気の量は一定だけど閉じ具合を変えていくっていうと、この喉で声帯の閉じ具合を、コントロールすることになるので、作った声になります。作った声。なので、今あなたがやった方がいいのは、この移動ですね。空気を変えつつ移動していくっていうのがいいかなと思います。はい。人によってね、また練習方法違うんですが、とりあえずはこれがいいかな。伝えるならこれかなと思います。では、以上になります。本当に、これもね、長い動画だったんですけども、本当にこのね、長い動画を最後まで見てくれてるってことはね、本当にありがたいことでね。はい、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録はお願いします。失礼します。で、今回は、このね、声の種類、みたいな話をしたんですけども、基本的には、この言葉には騙さないでください。チェストボイスだから、胸に響かせなきゃいけないとか言って、あーって出すんじゃなくて、あー、でも全然チェストボイスでいいよ。あー。このチェスト、だからヘッドボイスだからって言って頭に響かせなきゃとかじゃなくて、そういう言葉に騙されるから、ちょっとあれかなと思います。なので、空気の強い弱い、音域が低い高いで考えるとめちゃめちゃ楽かもしれないです。で上の意識、下の意識。はい。すべて感覚でやるのが僕はいいかなと思います。もちろんね、理論を勉強するのもいいと思いますよ。うん。ただ、学校の勉強じゃないんでね。テストに出ないんですよ。そんなのは。何が出るかって言ったら、歌った時に感動するかしないかっていうのが評価なんですね。評価って。あなたはすごい理論を勉強してますね。100点取れますよ、じゃないんですよね。人の感情が動くか動かないか。ただそれだけ。なので、こういうね、用語ばっかり覚えてね、用語の勉強をね、ヘッドボイスって何かっていう風に入り組むんじゃなくて、こういう簡単なな意識の練習をしていく、感覚の練習をしていくのがいいかなと僕は思います。ということで、なんかね、一つでも参考になればいいかなと思います。はい、さよなら。